スもご覧の通り非常に相性のいい近本、うまく引っ張っていった、長打コースになる、一塁を蹴って近本は二塁へ悠々到達。この3回のチャンス拡大はタイガースです。この後中野、下大山というクリーンナップを迎えます。スライダーでした、インコースのボール、追い込まれてはいるんですけど、その前のフォークには手を出さずにね、逆にこの入ってくるスライダーって言います。捉えた、引っ張った、ライトはもう追っていない、2試合連続の第8号ソロホームラン、これぞ阪神が誇る1番バッター、近本の球体リードを広げる貴重なホームラン。この近本には長打もありますね。いや本当すごいですよね、本当に今の近本選手に関してはね、その全てを兼ね備えている選手になりつつありますよね。赤星さん、放送席から見ていても打った瞬間の弾道でしたね打った瞬間でしたね、赤星さんもリーグ優勝タイガースがした際の1番バッターでしたが、はい、近本も同じ、正面22年前インフォメーションによるチケットコンテストで東京ドームで行われます第2次甲子園のチケット。